ここからのフリーキック、まあ、長い距離はなんといってもこのロベルト・カルロスですよね。そうですね、狙うでしょうね。過去にも非常に長いシュート、ダイナマイトとも言われてますけどね、このフリーキック30メートル以上あります。かなりこれ助走を取りましたよ。ロベルト・カルロス狙った、あーっと入った、先制ゴール、ロベルト・カルロスの左足、これはゴールキーパー動けなかったですね。1対0、ブラジルが先制しました。ロベルト・カルロスのこの一発、ロケットかミサイルかのような素晴らしいシュートでした。壁のどの位置を抜けたかというのは、あ、これで見えますね。これは、あ、完全に外側ですね。これキーパー外に外れたかと思いましたら、ものすごい曲がり方ですね。入ってますね。ここから見ると外に行ったように見えますが、あ、ポストに当たって、ちょっと信じられないといったゴールじゃないですかね。キーパーの気持ちとしてはどうですか。おそらく完全に出てるというふうに思ったでしょうね、はいはい、あんな